最近車の盗難が非常に多くなってまして、動画でもよく盗難の話題を取り上げられてると思うんですが、で今回は私が非常におすすめできる、今まで私のチャンネルでいくつか防犯カメラを紹介してきたんですが、その中でも非常に皆様におすすめできるアイテムご紹介をします。今日ご紹介するのはこちら XTU、 このメーカーの防犯カメラ、それからドライブレコーダーも取り扱ってるんですが、ここのメーカーの防犯カメラ紹介を今日はいたします。で従来私実はこちらのカメラ、こちらになるんですけれども、イエスカモという、こちらも PTZ、 要するに XYZ 軸でカメラが動かせるタイプの防犯カメラなんですが、こちらを使っておりましたので、こちらとの比較の観点で、こちらは AC100V から撮るものではなくて充電タイプのもの、内蔵バッテリータイプのものになります。で今回ご紹介するのは、こちらはAC100V 家庭用電源から、ここから撮るタイプの防犯カメラになりますので、ご紹介をしていきたいと思います。でこちらの防犯カメラ、もう今もうすでに冒頭からご紹介していて、お分かりの方もいらっしゃるかもしれないんですが、人間のこの動きに関し対してカメラがしっかりとついてくる、要するに人体検知をしていて、なおかつ PTZ が使える機能というものが備わっていると、この防犯カメラの大きな特徴になります。従来の防犯カメラですと、こちらはこの好きな位置に合わせるだけになります。どういうことかと言いますと、実はこれクラウドエッジというアプリで、イエスカモも XTU も同じアプリが使えるんですけれども、まあ、こちら今イエスカモの防犯カメラで撮っている画像になるんですが、これはもうあらかじめ決められた位置でしか設定ができません。このように動くんですけれども、決められた位置でしか設定ができない。で一応検知センサーついてるんですけれども、この検知センサーがついていたとしても、この動きに対してカメラが動くっていうふうにはならないということがありますんで、もうこの枠から外れちゃうと人間のこの証拠画像というのは、侵入者の証拠画像というのは撮れなくなってしまうと、まあいう短所があったりします。ですけれども、こちらもう一度アプリでお見せしていくんですが、こちらですとしっかりと人体検知をしてくれながらも、このように追いかけてくれるので、証拠画像がより一層深いもの、情報量が多いものが撮れるようになるというのが大きな特徴になっています。で今これアプリ上では検知センサー入れてないんですけれども、このように検知センサーを入れることによって、もう一度戻ります、このように人体検知をすると動きが検出されたということで、アプリに情報が送られるようになりますし、このように写真で証拠画像を収めることができます。でさらに今夕方の4時ぐらいなんで16時になるわけなんですけど、ちょうどこの辺で撮ってることになるんですけれども、このように動画としても証拠画像を収録するということができる非常に優れた監視カメラに
なっています。はい、でまた戻ります。はい、でこの監視カメラ、もう一つの特徴なんですけれども、もう一つの特徴はこちらになります。今 LED が点灯したんですけれども、こうやって LED で LED を昼間であってもこういうふうに点灯することができるという機能がついていたりします。まあ、通常ですとこうやってまあフルカラーモードっていうのがあるんですが、このように暗くなった時に光るケースであったりとか、あとは人が行き来していて検知した時にこう光るとか、あとは全くこう光らないようにするとか、まあ、そういったシステムになっていることが多いんですけれども、これはそれにプラス光を手動で放つということもできるようにもなっています。でさらにもう一つなんですけれども、こちらもすごく重要なところで、オーディオ警告とストロボ光ということで、このように音ももちろん流すこともできます。で人を検知した時には音で知らせる、威嚇したりとか、このように LED で威嚇したり、あとは音と光一緒に威嚇さ、音と光で威嚇したりと、まあ、そういった設定もできるようになっているっていうのもすごくいいところになっています。その辺がこのイエスカモのこちらの PTZ の防犯カメラに関しては、まあ、ついていないということなので、まあ、実質的にはもうカメラの性能、防犯カメラとしてのその性能という意味においてはあちらの QC1 の方が、まあ、優れていると、まあ、言ってもいいんではないかなと思います。はい、でもちろんこうサイレンというのもついてます。これを今入れます。まあ、このようにサイレンを入れて、まあ、威嚇するということもできたりという便利な機能がついています。でこちらの今ファンクションのイエスカモのファンクションの画面なんですが、まあ、このようにもうこの画面しかついて、このファンクションしかないということなので、全く機能が異なると、まあ、いうことになっています。で冒頭でもご紹介した通りなんですけれども、それだけの機能がついているカメラにもかかわらず、価格はこのイエスカモのカメラよりも3分の1程度の価格で買えてしまいます。でそれはなぜかと言いますと、こちらは内蔵バッテリーが入っているものになっていて、1ヶ月間無充電で使える容量のバッテリーになっていると、まあ、もちろん満充電の状態から1ヶ月ということなんですけれども、でさらに私の場合はこのようにこの黒い線なんですが、ソーラーパネルを使って朝光が当たる時のみ充電を行うということをやっています。ソーラーパネルはこちらについておりまして、この PTZ のこの機能を使ってご紹介できるところもこの防犯カメラのいいところなんですけども、ここ柵があるんですが、ここに私、まあ、仮付けなんですけどこうやってつけてます。でこれですと朝方ここ火が出ますんで、朝のうちは充電チャージできて、でそれ以外の時は内蔵バッテリーを使う、まあ、そういった方式になっていますんで、 AC100V 使わなくてもいいんですけれども、バッテリーの残量としては今アプリでお見せするんですが 19% と、まあ、いうことなので、やはりこのぐらいの容量、もしくは自宅の環境によってこのバッテリーの残量っていうのが大きく変わってくるっていうのが、こちらのバッテリー内蔵タイプになりますんで、自宅の環境によってバッテリー内蔵タイプがいいという、必ずいいというわけではなくて、自宅の環境によって、まあ、使い勝手っていうのも大きく変わってくるよということになります。それに対してこちらの今回ご紹介する XTU の QC1 に関しては、この家庭用のコンセントがあるのであれば、まあ、これを使って電源取ってあげれば
まあ、これだけのバッテリーの残量というのも特に気にしなくても済みますんで、このコンセントさえ抜かれないければ常に使うことが可能であると、まあ、いうことになりますので、まあ、バッテリー内蔵でも高い方がいいのかと、もしくはバッテリーが内蔵タイプではないんですけれども防犯カメラとしての機能としてものすごい高いものを選ぶ今回の QC1 にするかと、まあ、いうことで、まあ、この2社選択になってくるんではないかなと思います。まあ、動画で様々な防犯カメラ紹介したんですが、やっぱりこの2択になってくるのかなっていうのが私の見解でして、まあ、内蔵バッテリーであればこちらのイエスカモですし、内蔵バッテリーにこだわらないのであれば XTU のこちらの QC1 は非常に優れたカメラで、これだけの機能がついていながら5000円程度で買えてしまうというところが非常に大きなポイントになってくるんではないかなと私自身思います。はい、ってことで今回はこちらの XTU の QC1 防犯カメラです。こちらの方のご紹介を、今回はこちらのイエスカモ、こちらのバッテリー内蔵タイプの防犯カメラとの比較の観点でご紹介をさせていただきました。当チャンネルではこういった車系のガジェットの新商品をご紹介をさせていただいております。ぜひいち早くチェックしたいという方はぜひチャンネル登録をしていただけますと幸いに思います。それでは失礼を。